筋肉マン地獄で待ってる。バニーとやっかい。あれを見ろ。あいつがなんかに変わっていくぜよ。不安になっただよ。すべてのものが俺の意志によって凶暴な爬虫類に変身する。それがワニ地獄の正体だ。始まりに過ぎん。本当の地獄はこれからだぜ。地獄の宇宙遊泳。クリエイター参加者を食いちぎるウルトラシーヤクルト筋肉マンを尻をやっているぜよ。やめろ、大地が死んじゃうから。うるせえ。止めに頭を丸かじりにしてやるぜ。よくも今まで私を嘘の世界で騙しやがったのかい。先筋肉バスター。これからだぜ。本当の悪魔騎士の恐ろしさを知るのは。筋肉ガードじゃい。何気。ここだ筋肉マン。何？本物の襟巻きトカゲとはトカゲの中で最も恐ろしいやつなのだ。姿隠しマジック。どこに消えおったんだい。ここだ。姿を現せ。とどめだ。てめえの体には俺の血がべっとりとついちまったはずだ。そこだい。僕の封印解けるものなら解いてみろ。そのスニーカーの紐を解いてはいかん。7000万年前に絶滅したといわれる恐竜たちの中で最も凶暴で恐ろしいといわれた恐竜王ティラノザウルスの足。なんてこった。まだまだこの程度は地獄の一丁目だぜ。俺の蹴りを食らって起き上がったやつは今までにいねえ。姿を現しやがったな、悪魔の実体め。大風車。筋肉マン、最初の悪魔騎士、スニゲーターを下しました。悪魔は一人では死なない、必ず道連れを伴う。王子、筋肉マンさんが死んじゃった。筋肉マンめ、どうせ死ぬんなら黄金のマスクを取り返してからにしてくれればよかったのに。なんだとカナディアンマン。カナディアンマン、もう一遍言ってみろ。俺の命受けてくれ筋肉マン。ビッシュマン。よかった、これで心置きなく死ねる。筋肉マン、あとは頼むぞ。すまなかった、ビッシュマン。本当やっかり。我こそは悪魔の騎士のナンバー2、宇宙地獄を預かるプラネットマン。土星の輪は無数の小さな岩石の集まりでできたものだということ。さあ戻ってこい、プラネット重力。ねえ、これはただの首運動じゃねえ。俺の足は星全体が氷に覆われた氷河だ。つまり氷点下の首運動なのだ。フリードロップで粉々にしてくれる。武器にできるのだ。この太陽でただ一つ残った日本を焼き尽くしてやる。クレイアポロンカジバロ。貴様に下手な攻撃をかければこいつらが傷つくことになるぜ。見たか、悪魔の技の中でもナンバーワンの技、七人面プラネット。48の殺人技の一つ、筋肉バスター。
叩きつける地面がない。どうしたよ。しそれならネオ筋肉バスター。ない、ネオ筋肉バスターを叩きつける屋根がない。筋肉マン、俺の顔はプラネットマンの心臓の上にあって、俺をぶち抜けばこいつをやっつけられるぞ。そんなことをしたらお前は筋肉マン。なぜやらん、俺たちの友情は見せかけだったのか。これでプラネットマンもおしまいだぜ。ブラックホールスープレックス。さあ来な、この俺の上の5階に立てばウォーズマンの心臓に手が届く。ただし俺たち4人の敵の守りを追い抜けることが来たらな。交代だ、サッシャイン。ジャンククラッチの餌食になりな。サモライト筋肉マンかウォーズマンの背骨を傷つけることになるんだぜ。何？私はいつも若い超人たちに教えてきた。このような状況に追い込まれた時はどちらも助かる方法を考えろと。よいよ、知らせてやるか。なぜ引っかかってやったが、俺はこれを見せたかったからよ。ジャンククラッシュを両手で止めたのはお前が初めてだ。しかしお前もこれまで。ルイ様の攻撃を受けた超人は体中の血という血を全て抜き取られるのだ。その血はやがて四角いジャングルを血の海にする。これこそ地獄巡りナンバー3、血の海地獄だ。よく見てみるんだな。悪魔の技だ。これはもうウォーズマンを助けるためだけの戦いではない。正義超人と悪魔騎士、どちらが生き残るかの命を懸けた戦いなんだ。今度こそおとなしく地獄へ落ちろ。地獄に落ちるのはお前の方だ。オーブリッジ。よし、今日はこれまで。今すぐ相手を助ける。忍者に自在の術。このカモノメが言っておくが、拙者の忍術はこんなものではない。面白くなるのはこれからだ。もう一つ、これより楽しいショーを見せてやろう。炎天下での動物の顔の縛り首と同じさ。このロープは蛇の皮だから。この火の玉こそ太陽の代わりなのだ。すなわちここは地獄巡りナンバー4、消熱地獄じゃ。俺の忍術を見てくれないか。面白い、見せてもらおうじゃないか。人脈自在の術。見よう見まねでやったがうまくいったぜ。身体操りの術。ただのプールにしただけじゃねえか。忘れたわけではあるまいな。このザ・忍者の地獄が消熱地獄であったこと。くらえ、消熱地獄。これがラッコの消滅地獄だ。見ろ。死体を見届けてやるぜ。死体でなくて悪かったな。巨人は君まだ肝心だ。キャメア、えい、こちら。この戦いは絶対に負けられねえ。今度こそ拙者の拷問に下るのだ。地獄に落ちるのが慣れっこでな。どうせならてめえも誘ってやろうと戻ってきてやったのよ。離せ、拙者はまだ地獄へ落ちたくはない。この壁を抜けたら地獄だ。ブロッケンジュニアのリモコンハットだ。ブロッケンジュニア。いいな、ロビン、これで俺も一人前の正義超人になれたかな。お前は立派な正義超人だ。こんな技初めて見たぞ。驚くのはまだ早い。これが私の必殺技、アシュラーバスターで。セリ
ーマン、バッファローマンの使った筋肉バスター返しを使うんじゃ。よし、ダメだ。6本の腕が完全に復活していて体勢を入れ替えることができない。ならば天井にぶつけるネオ筋肉バスターじゃい。よし、回転できない。これでは上昇して天井にぶつけることは不可能だ。やっとわかったが、このアシュラバスターが完璧な技であること。なんだと、ネリーマン。筋肉マン。そう、余計なことをね。両腕とも全く動かなくなった。テリーマン、貴様の2本の腕をいただいて。返せ私の両腕。地獄巡りナンバー5、タツモキ地獄村へ。アシュラバスター、コンピューター制御装置だ。慣れないテリーマンの腕のおかげで落下地点を間違えてしまったわい。それは間違えてしまったぞ。左を振り回す癖、今だ。この首の命は死んでも放たん。自信か。そうだ、あの予備制御装置がクッションになってくれて。テリーマンが効かなくなった手で強烈なパンチを放った。どんなことがあってもこの首4の字は外さんぞ。あーと、ウォーマンの体内の地震がますます激しくなっていく。テリーマン、お前がもう一度アシュラバスターにかかるのです。そしてそれをウォーズマンのコンピューター制御装置に激突させるのです。そうすれば必ず地震は止まります。あの目、いつか見たことがある。テリーマンは死ぬ気だ。私の命一つでみんなが助かるんだ。来い、アシュラマン、私にアシュラバスターをかけてみろ。竜巻地獄、今だ。バッファローマンよ、その両腕を私に。バッファローマン、ありがとう、バッファローマン。この時点で両者リングアウト、二人とも失格の引き分けです。うわっ、今度は俺様の得意技を見せてやろう。地獄巡りナンバー6、砂地獄。こんなチンケな技でゲロニモ様を倒せると思うのか。砂は風に弱いトマホークトルネード。砂は確かに風に弱い。その代わりどんな場所にも入り込めるんだ。ゲロニモは確かに未熟だ。しかし彼にはそれを補って余りある根性がある。消えた音だ。ガライデカ、確かにすごい根性だ。クエストなんでジェロニモ、お前の心臓を戦闘用の超人心臓に切り替えるんだ。なぜ超人心臓にしないんじゃい。ジェロニモが死んだ。これで勝負はついたようだな。勝利の高笑いは俺が死んだのを確かめてからする方がよかたい。やばい、これは今にも俺を殺せ。コンクリートプレート、僕のピラミッドは。ジェロニモは生身の人間だ。なるほど、勝負はついてるってわけだ。テリーマン先輩、いくらオラが未熟超人だからって人間扱いはひどいぜ。地獄の凱旋門、どうなげられまい。オラをなめるな。あの胸の太陽マークがキーパーツなんだ。大社インプレー、貴様狙っておったな。これでおはんの砂地獄はおしまいだ。どうしたのかね、ジェロニモ。キーパースを外したのに崩れないなんて。サンシャインの体はもともと砂の塊。砂は水に弱い、砂は風に弱い、そして砂は音に弱い。アパッチのおたけだ。パワーが、ジェロニモ、ジェロニモ、オラは死ねん。うららアパッチのおたけだ。正義は必ず勝つ。うらら、7人の悪魔超人および6人の悪魔騎士を倒したお前たちに、この私、悪魔将軍と戦う栄養を与えよう。腰砕けチョップ、二度と食らう私ではない。サンシャインパワー、テクニックはダリンジャー、宇宙的レスリングはプラネットマン、地獄の弾頭だ。オラが人間だから。弾薬さはジャンクマン、パーフェクトに決まりました、将軍様。一気に葬ってくれるわ。アシュラ、6本の腕を駆使し強烈な攻撃だ。
よ雨の花大輪咲き。まだ踏み固めていない新雪はアリ地獄と同じだぜ。新雪地獄。おっと、キン肉マン氷漬けだ。マッチルブリザード。アシュラメン、いかに。アシュラマンの反撃、海軍エリアためだ。新しいマットができたぜ。お互いの視察などで勝負をつけようぜ。名付けて、養生バスター合戦。必殺のバスターは2ついる。キン肉バスター破れたり。またじゃい。キン肉バスター破れた。私の筋肉バスターが分かったら心置きなく死ねるだろ。筋肉マンギブアップか。あれ、お前がアシュラバスターを食らって死ななかったのは無意識のうちに技を外していたからだ。アシュラバスターは筋肉バスターを元に作り出したコピー技だ。私に返せないはずはない。今度は仕留めてやる。完璧に決まった。もはや盾を。まだじゃい。六本の腕に決められていない部分、そいつがあるはずだ。とどめだ。よし、いけ。六本の腕が決まっていない体の部分、それは首だ。見事なアシュラバスター破りだ。筋肉マンとっさに放った変形クームヒトンドライバーでアシュラマンを粉砕した。あくまで言うのは一度だけ。試合が終われば、ぜひ超人に生まれ変わるつもりだったんだ。覚悟はできておるのだろうな、魔の将軍クロー。知っているだろうが、私の将軍クローが何の恐ろしいクローか。これがただの悪魔と悪魔将軍との差よ。くらえ、地獄の超人クロー。絶対にリングの外へは出さん。お前私は体の痛みを感じない。痛みを感じなければどんな技を食らっても平気。それが私の強さの秘密だ。筋肉マンの特訓の邪魔はさせん。痛みを感じなくても動けないようにすることはできる。くすぐったいだけだぜ。立てろ。この目はこいつだ。私に歯向かうことは全てこうなるのだ。覚悟はできておるのだろうな。うやっ、あの大きく開いたスタンス、チャンスだ。お前は破れたり。今真剣な技でこの悪魔将軍様に勝負を挑むとは10年早い。筋肉ドライバー、そう、前方を変えるんだ。アルゼンチンバックブリーカー。私は骨というものを全く持たない軟体超人だ。おれ、おわっ、おわっ、二度と引けないようにしてくれ。ロブド、まだらん。膝の故障に気がつかなかったのは痛みに対して鈍感だったからだ。膝が治ってる。気をつけろ、筋肉マン。やつは2倍、3倍、や、6倍パワーアップしているぞ。これをただのロベルスペシャルと思うのか。地獄風車。ハイウォーカー爆撃。こんな過去の異物のような技を出してくるとは哀れだな。これが今までの筋肉バスターだと思ったら痛い目に遭え。筋肉バスター。私がただ柔らかいだけだと思ったら大間違いだ。コード10ダイヤモンドパワー、地獄の鉄がダイヤモンドを破壊するのは無理かもしれん。だがやらなくてはならん。コンパミンとなれ。筋肉バスター高いあたりじゃ霞に傷がやっとだったぜ。ほんの少しの傷がついたらそいつが命取りになるんだ。カジバのメガトンパン。何度でも再生してみてろ。このブリッジ、いや、僕の急所封じ、その、マイケルさんの土地。
背中の感覚がない。僕の究極を見せるのにこの点ピーブラブラーコルト両肩が効かん。バカな悪魔将軍の高度調節機能を破壊したんだ。チャンスだ。僕の急所封じその4この5ダブルリーチャッチャー。両足が言うことを聞かん。僕の急所封じその6カブトワリー。このカードストバックチャッシュー。僕の急所封じその8どんな気分かな筋肉は。体の力がどんどん抜けていく。僕の急所封じのラットワン首を打ち抜けてるわ。うわっ火事場の処理から。なんという男だこやつ。許せバッファローマン。よくやったこれほどの肉まん。大きなものであった。